大阪湾は、大阪平野と淡路島の間に位置する湾。明石海峡と北海峡の2カ所の開口部を持つ、閉鎖性海域である。古生、別称は、千ぬの,の海、泉灘。大阪湾は、南は、桜崎と小石花を結ぶ線。西北は、松穂崎と浅霧川川口砂岩を結ぶ線を及び、陸地によって囲まれた海域。以上は、 大阪湾再生行動計画による定義である。瀬戸内海の最東端で、おおむね淀川の延長線上に約6 0トルの長軸、直行して約3 0トルの短軸を持つ楕円型をしている。明石海峡で、張間真灘に、北海峡で、紀伊水道さらに太平洋へと通じる。水深は淡路島側が深く。 赤石海峡から北海峡へ約1ノットの潮流が生じている。北岸と東岸は三大都市圏の一つである近畿圏の中心地で、沿岸部は阪神工業地帯を形成している。西から時計回りに神戸港、尼崎西宮アシア港、大阪港、堺千北港、阪南港などの大規模な港湾が並び、二つの海上空港も建設されている。 これら工場、港湾、空港用地を確保するために、埋め立て地の造成も盛んに行われ、空港等のホカポートアイランドや、六甲アイランド、夢須、舞島、サキスなどの人工島が並ぶ。また、ゴミ最終処分場として、大阪湾広域臨海環境整備センターが設置され、近畿2府4県の160を超える自治体が共同利用している。 臨海部の埋め立て地には、工場や物流、交通施設だけでなく、商業、娯楽施設、医療関連の施設、研究機関、マンションなども立地している。専州地方南部や神戸市須磨区や垂水区、淡路島島東岸には、自然に近い海岸も残り、海水浴場などの行楽地や漁港が点在する。大阪の別荘、何和は、魚はを語源とする説があるほど、 魚介類が豊富な海域として古来知られていたが、閉鎖性水域であり、沿岸の人口が多く経済活動も活発である。ため比較的早い時期から、水質悪化などの環境問題が生じた。第二次世界大戦後に進んだ沿岸の開発や、都市下で干潟など自然海岸の消失や、水質汚濁が進んだが、現在でも、漁業や釣りが行われている。近年、 瀬戸内海全体で激減したとされる天然記念物のスナメリが関西国際空港周辺に定着し始めているとの情報が調査をもとに得られた。ハセイルカも現れ、他の動物も現れることもある。観察記録はないが、絶滅危惧種のガスクジラの漂着が相次いだり、北極圏にしか生息しない北極クジラが名入したりしたこともある。夏場には、 北東側海域を中心に養存酸素量が低くなり2010年8月3日を中心に行われた大阪湾再生行動計画による水質一斉調査では東側岸近くで養存酸素量が低い状態としている一方冬場には南部を中心に窒素やリンといった栄養塩の濃度が海苔やわかめが成長できなくなるほど低くなっており 大阪湾環境保全協議会の国への要望の中で、貧栄養に対する調査研究の推進を求めている。大阪港六甲山展覧台のパノラマや軽写真故障のチヌの海は、日本神話の神武統制において、神武天皇の兄の一世の命が矢を受けて負傷した際に、傷口をこの海で洗ったことから、チヌの海と呼んだことが由来となっている。流入する向こう側、 稲川、淀川、ヤマ川、大津川などの河川が栄養を運ぶほか、明石海峡の海流の速さなどから、身のしまった魚が多く取れ、古くから沿岸漁業が盛んだった。黒鯛がよく取れたことから、チヌは黒鯛の別名の一つになっている。瀬戸内海航路の起点として、古代の朝廷は淀川の河口に何和津や住吉津などを置いた。これらは、 シルクロードの日本の玄関口となり、県隋市や県東市の出発地であり、また、中国や朝鮮からの船を迎えて栄えた。内陸のアスカや平城京、平安京とは、河川周運で結ばれ、さらに陸路で東日本へ繋がっていた。また、国が対外的に開かれた時期は、南波宮や南波京、福原京などの都が置かれた。淀川の河口に形成されたデルタは、 ナンバ十8等と呼ばれ、かつて天皇が即位する際に採行されていた、安島祭りの場で、天皇は大阪湾の清の絵で身を清め、安島の御霊を付着させる祭事を行った。平安時代後期においては、渡辺綱を外する渡辺氏が、滝口武者の一族として、天皇の清めの儀式に携わることから、大阪湾を支配する水軍系の武家として、 瀬戸内海の水軍警部士の統領となる。渡辺氏の分流が九州の水軍統領の松浦氏である。平安時代末期には平野清盛が大林電白を集築拡大して日宋貿易の拠点とした。戦国時代には兵骨や堺港が日民貿易と南蛮貿易で栄えた。西日本の交通の要衝であるため交易だけでなく、 戦国時代にはたびたび戦場となった。鎖国で対外交易が途絶えた江戸時代には、安治川口、木津川口が繁栄して北前船、村海船、東海船などが経済の中心地となった大阪と全国とを結んだ。近現代の海軍省や海上保安庁が観光する海図においては、1954年まで別称の 泉名だと表記されており、以降も1966年まで大阪湾と併記されていた。淀川以南には、墨吉の浜や、高志浜など白車聖章の砂浜海岸が延々と、続き、継承地として多くの和歌などに歌われた。天智天皇のこの長美子が、墨吉の浜の荒れ松原の美景を歌った和歌があり、風光明美の典型図柄の一つとされる。 住吉模様は、住吉大社の社前の景色を図案化したものである。堺以南には明治以降に、多くの海水浴場が設置され、海浜リゾート地として賑わっていたが、高度成長期に工業化に伴う、水質悪化や埋め立てなどでほとんど姿を消した。現在の継承地としては、大阪湾を俯瞰できる、六甲山地の塚星台が、日本三大夜景の一つとして、 広く知られる存在である。堺仙北臨海工業地帯、大阪や神戸周辺の湾岸は、第二次大戦前からの工業地帯で長らく、日本最大の重工業集積地であったが、多くの工場が、老朽化などで、拠点工場としての地位を、各地の新しいコンビナートに譲っている。また堺仙北臨海工業地帯などの比較的、 新しい重厚長大型コンビナートも1980年代以降の産業構造の変化に対応しきれない状態があった。現在は官民協力で湾岸の再生が構想されており、シャープが堺市堺区の新日本製鉄堺製鉄所の航路跡に液晶パネル工場、パナソニックが尼崎市にプラズマパネル工場を建設している。また、 パナソニックが大阪市住之江区の関西電力大阪発電所跡地に山陽電機が貝塚市にリチウムイオン電池工場を建設している。堺市付近は新エネルギーの開発拠点ともなっており、堺市西区にはバイオエタノールジャパン、関西の稼働、関西電力による大型太陽光発電所が建築中である。 本土と淡路島とは1949年から1999年まで兵庫県洲本市和歌山県三崎町間に定期航路、洲本新日航路があった。2017年から航路の復活の社会実験を行う新秘洲本ライナーが運行されている。自然砂浜の消失、水質を抱く、生物多様性の低下などの問題がある。雨水も、 家庭排水などの下水も、下水道を通じて、下水処理場まで運んでいる場合、大量の雨水が下水道に流れ込んでしまい、下水道間で受け止めきれなかった一定量については、お水未処理のまま河川の公共水域に放流せざるを得ない状況が発生しており、大雨時には、放流海域での大腸菌数の増加など、環境影響が発生している。江戸時代以前には、 大阪市外にも津波が襲来した記録がある。大阪府と兵庫県は南海トラフ巨大地震を想定した津波ハザードマップを作成、公表している。AB 大阪湾の現状大阪湾再生推進会議2020年9月4日閲覧。大阪湾とは大阪湾環境データベース国土交通省近畿地方整備局大阪湾について 大阪府漁業協同組合連合会、AB s 本新日工事復活へ、実験最終年度26日から、土日祝に運行神戸新聞、2021年6月1日、閲覧。朝日新聞2006年5月19日付長官、社会面、P28 昭和46年版公外白書、大浮き新類対策、環境、施設の状況、環境の、 各年度大を寄進類に係る環境調査結果平成18年版大阪府環境白書朝日新聞2008年2月14日付長官社会面 P29 大阪を襲った歴史津波 NHK 備える防災コラム大阪府津波浸水想定南海トラフ巨大地震津波浸水想定図表語件。ありがとうございます